はい、おはようございます。よろしくお願いいたします。私遺伝研 の DDBJ っていう公的なデータベースのセンターがあるんですけども、まあ、そちらから参りました児玉と申します。次世代シークエンスデータベースの、まあ、紹介ですね、まあ、どこにどういうデータがあるかっていう紹介と、まあ、それから具体的な検索を中心としたですね、使い方を紹介したいと思います。でまず自己紹介なんですけども、まあ、同じ静岡県ですね、三島市に遺伝学研究所があります。で戦後間もなくできて、まあ、この富士山が見える景色のいいところにあります。でこの中に DDBJ というデータベースセンターがあって、アメリカの NCBI パブメドとかで有名ですよね。からヨーロッパの EBI と一緒に国際協力して、まあ、塩基配列を中心としたデータベースを作っています。基本的に公的なデータベースでほとんどが無料で使うことができます。でこの建物の、我々この2階にいまして、この反対側の電子計算機棟というのがあって、そこでニグスパコンというスーパーコンピューターを運営しております。そちらの研究者の方に無料で使っていただいていますし、まあ、データベースとかウェブサービスの構築のサーバーコンピューターとしても使っております。で、これちょっと去年静岡県立大で講義した時のスライドをそのまま使っているので、ちょっと浜松がぶった切れてて申し訳ないんですけども、同じ浜松医科大学さんと同じ静岡県の東と西にございます。でちなみに私ここの2階のこちら側にいて、で昨日話したボーノさんもここの4階にいるんですけども、残念ながらですね、この富士山の反対側のオフィスになってまして、ここからは何も景色が良くないです。でボーノさんの居室は4階にあるので、トイレに行くとこれが見えるんですけども、我々2階なのでトイレに行っても何も見えません。隣の建物しか見えないです。だからセンター長室とかは4階の富士山側にあります。で講義の内容なんですけども、最初に次世代シークエンスデータベース、まあ、NGS ですね、ネクストジェネレーションシークエンサーで NGS とか言ったりしますけども、まあ、そのデータベースと、まあ、関連するその周辺のデータベースも紹介したいと思います。で今結局生物学のデータって相互に関連しているので、生データを見たり、まあ、アッセンブルしたゲノムを見たり、まあ、遺伝子の情報を見たり、変異の情報を見たり、文献の情報を見たりっていうので、まあ、お互いにこう相互に関連したリンクしたデータベース群があって、でその全体像を理解しないとなかなか生物学的な知見が得られないというふうに時代になっております。ですので、その実際シークエンスデータベースを中心に紹介するんですけども、まあ、関係するデータベースも紹介してまいります。でここでどこにどんなデータがあるかという見取り図を得ていただければと思います。で次に2番目にその NGS の生データと、まあ、アライメントデータですね、それをアーカイブしている、まあ、一番コアになる DB である、まあ、シークエンスリードアーカイブを紹介いたします。で3番目からちょっとここでデモも織り交ぜながら、どうやってで、ヨーロッパの EBI、アメリカの NCBI、それから DDBJ の各データベースとかウェブサービスの使い方とをここのデモしながら紹介してまいります。でそれぞれのサービスに特徴があって、長所短所があって、それも含めて紹介いたします。それから4番目にですね、今非常に個人ゲノムデータですね、要はこう人の個人ですねのゲノムデータが急速なスピードで公的なデータベースに蓄積されていて、でそれは大体ほとんどアクセス制限がかかってます。要するに自由に研究目的で使えるというのではなくて、例えばがん研究だけとか、そういう制限がかかっているデータがいっぱいあるんですけども、それについて紹介いたします。で最後に今後の方向性について、ちょっと短くお話しするので、まあ、何か解析とか研究を組み立てるヒントを得ていただければなと思います。でちょっと始める前に簡単にアンケートを取りたいんですけども、今いらしている方の中で次世代シークエンスデータを使ったり解析してるっていう方ってどのぐらいいらっしゃいますか？ああ、なるほどなるほど。でその中で、ヒトゲノムデータを扱ってるっていう方ってどのぐらいいらっしゃいます？あ、はい、ありがとうございます。
じゃあちょっといって、でまずはデータベースですね。データのありかについて紹介いたします。でまず基本的なとこなんですけども、2005年ぐらいから、次世代シークエンサーですね、 NGS ネクストジェネレーションシークエンサーが出てきて、もう完全に時代が様変わりしました。でそれまで私も大学院生の時やってたのはこのサンガー法のシークエンスですね。 DNA をフラグメントバラバラにしてプラスミドにクローニングして大腸菌に増やしてもらって、でそのいわゆる蛍光色素をつけた、反応をして伸ばしてあげて、で、キャピラリーシークエンスですね、細いガラスの管の中を電気エイドをして、でその光、赤だったら A とかで蛍光で配列を読み取っていくというのがずっとやられてきました。でこれだとですね、並列の解析数がマックスでも384ぐらいです。でキャピラリーシークエンサーっていうのがあるんですけども、そのガラスのキャピラリーってそんなにいっぱいぶら下げるわけにもいかないので、96とか384が限界でした。あとこの大腸菌のクローニングというのが非常に手間暇かかるステップになっていました。で2005年から出てきた NGS っていうのは原理が違っています。で最初の DNA をバラバラにするとか同じなんですけども、アダプターをつけて、PCR をしたりあるいはしなかったりで増やします。でそれをこういうようなチップに直接固定しちゃいます。でこの上でこういう蛍光反応とかを行って一気にカメラでこの画像を見てまとめてシークエンスしていきます。でこちらと際立った特徴は、こちらとキャピラリーの数がマックス並列数なんですけども、こちらそのこのアレイとかチップに固定したスポットの数で並列に一気に配列を読み取ることができるので超高密度で数百万とか数億リード一気に読むことができます。であと非常にいいのは、大腸菌にクローニングするっていうステップがないので、ライブラリーを作っていきなりシークエンスに持っていくことができます。でこれで一気にで昔だと人の一人のゲノムを決めるのに数百億円数千億円で10年ぐらいの時間かかったんですけども、今だと10万円ちょっとで3日ぐらいあれば誰か一人のゲノムを決めれるっていう時代になっています。全く時代が変わりました。で次世代シークエンサーもいっぱいいろんな種類が出てまして、こちらがリード長ですね、一個一個のリードの長さ塩基配列と、縦軸側のログスケールでの、1回のランで1回マシンを稼働させて、どんぐらいの塩基数が出てくるかっていうグラフになっています。で従来のサンガー法だと結構1キロベースとか長く読めるけどもスループットは低いです。で NGS も完全に別の次元のスループットになっています。一気に数億ベースとか読み取れてしまいます。で一番最初に出てきたのがこの454っていうシリーズで、こんぐらいのスペックになっています。で今一番使われているのはこのイルミナの各種シリーズのシークエンサーで、配列上は100とか200とか短いんだけどスループットは非常に高くなっています。で初代、最初の方のマシンからどんどん機能が改善されて、長く読めるしスループットも多いというふうになっています。であと別の方向はですね、一分子分子は直接、配列を読むとかアンプリファイしないで読むとかいうやつで、パックバイオとか、オックスフォードナノポアというシークエンサーは、1キロ、サンガーよりも長い10キロとか1キロとか数キロベースの長さを読めるようになっています。こちらその代わりスループットはイルミナに比べるとちょっと低くなっています。こんな感じでいっぱいシークエンサーが出てまして、大きく分けると短いけれどいっぱい読めるやつと長いけれどスループットが低いやつの2通りのがあって、皆さんそれを組み合わせて解析されています。イルミナはハイセックっていう高出力のタイプと、バクテリアとかであれば、
そんなに出力がいらないのでマイセックとかミニセックという、まあ、出力を抑えたもう少し価格も安い機種が売られております。それでデータの種類と、データベースについて、説明いたします。で私もあのデータベースで研究者の皆さんからデータを受け付ける仕事をしていてですね、なんか一個ジェネリックな一般的なデータモデルがあって一個のデータベースであらゆる生物学的なデータをアーカイブできたらいいのになと思うんですけども、やっぱりなかなかそうはなってなくて、生データには生データ専用のデータベース、文献は文献、アッセンブルされたゲノムにはゲノム用のデータベースと、データの種類ごとにそれぞれ特化した専門のデータベースがあります。でこれがあの解析のフローを示していて、まず NGS でシークエンスするといわゆる生データですね、生リーズが出てきます。で一般的なあの FASTQ とかいうファイル形式で出てきます。でひたすらこの ATGC とか塩基配列が書いてあって、その下にあのその塩基が、まあ、A って書いてあるけどベースコールの信頼性のスコアっていうのが数値で塩基配列とセットで記載されたファイルが出てきます。で大きくここからあのゲノム、リファレンスゲノムがない時だとここからアッセンブリーして要はリードバラバラのリードをこうくっつけていってできるだけ長い1本の配列にしようとしてゲノムとか遺伝子の配列を予測したアノテーティッド配列というのが出てきます。生リードがあってアッセンブルしてで、機能注釈ですね、まあ、ここからここからここがこういう遺伝子ですよとかそう機能注釈した配列というのが出てきます。でこっちをずっとアーカイブしてきたのが、DDBJ それから ENA ジェンバンクというデータベースで、これはもう1980年代からずっと このアッセンブルした配列とアノテーションがついた機能注釈されたデータをずっともう30年以上アーカイブしています。ちなみに去年があの DDBJ の30周年記念でした。昔はただここはあの先ほどのサンガー法で読んでた配列が出てきていました。で次にもう一個の解析の方法があって、いわゆるリファレンスのゲノムがある場合ですね、例えば人のゲノムを読んだ時だともうすでに国際コンソーシアムが作ったきれいなリファレンスの配列があります。マウスとかだいたいモデル生物はそうなってます。でそういう場合だとまずこのリードをリファレンスの配列にアライメントします。こうやってこう同じとこどこかなって当てていくわけですね。でそうするとアライメントされたリードがサムとかバムっていうフォーマットで解析ツールからでアライメントのツールから出力されます。でここから解析の方向として大きく2つあって、上がバリアントコールするバリエーション、つまり人の場合だと分かりやすいんですけども、まあ、リファレンスとどこが違うのかなと、どこに変異が入っていて、まあ、どこがスニップでどこにインデルがあってっていうのを解析していきます。もう一個が下の方法で、その遺伝子に当ててってそのリードの数を、もともとがメッセンジャー RNA であればそのリードの数を遺伝子に当てて数えることによって、まあ、発現量を定量することができます。まあ、昨日のボーノさんの講義がそうだったと思うんですけども、あるいはこうヒストンの抗体を落としてきてリードの数を数えることで、どこにどういうヒストンの収縮があるかとか、まあ、そういうエピジェネティクスな解析もできます。で、この後に紹介する、シークエンスリードアーカイブというのはこの NGS の生リードをアーカイブしています。それからここは大事なんですけども、最近こっちの方にだんだんシフトしてきていまして、アライメントされたリードアライメントデータのアーカイブにどんどんシフトしています。で理由としては生リードよりもアライメントデータの方が非常に情報がリッチで他のデータとのインテグレーションが容易になるためです。でこれは後で実例を見せながら紹介いたします。でもう一個こちらがあのいわゆる遺伝子発現とかエピジェネティクスとか
機能ゲノミックスデータと呼ばれるようなデータは、EBA のアレイエクスプレスと NCB の GEO がアーカイブしています。で、 DDBJ は DDBJ オミックスアーカイブというのを、今年の5月に始める予定です。ですからもう一個バリエーションですね、変異のデータ、スニップとかインデルをアーカイブするまた専門のデータベースがあって、それが EBI だと EVA、ユーロピアンバリエーションアーカイブと DGVA、NCBI だと DB スニップと DB バーというのがあります。で、これとこれの違いは、 DB スニップは50ベースペア以下の短いバリエーションをアーカイブしていて、で、 DB バーというのはもうちょっと長い、染色体のリアレンジメントとか50ベースペアよりも長いインデルとか血質とかそういった変異をアーカイブしています。で、こことここ EVA と DB スニップ、 DGVA と DB バーがセットになってデータを交換しています。で、ちょっといきなりデータベースが多いんですけども、もう一回まとめますと、生とアライメントはここ、アッセンブルして機能注釈がついたデータはここ、バリエーションはここ、機能ゲノミックスデータはこちらでアーカイブしています。でですね、NGS の時代になってからデータがもう増えて、データベースもいっぱい増えてきたので、それらを整理するデータベースというのも作っています。で、その一番最初がバイオプロジェクトで、要はこう研究プロジェクトっていうものに ID を振って管理しています。で、このプロジェクトから出てきたデータはどれですかっていう形でリンクしてまとめています。で、もう一個似たようなのがバイオサンプルで、どういうサンプルを使いましたかっていうのは、それぞれのデータベースにバラバラに書くんではなくて、ここにまとめて書いてサンプルに対して ID を振っています。で、各こういう実験データがこのバイオサンプル ID を引用しているので、このサンプルを使った生データはどれですか、アッセンブルした配列はどれですかという形でナビゲート、データベースをナビゲートできるようになっています。で、もう一個、最近バクテリアとか、特にバクテリアなんですけど、いろんな人が同じ菌株の、ゲノムシークエンスをしているので、ゲノム配列がいっぱいあるんですね。例えばあるバクテリアのついてゲノム配列を公的なデータベースからダウンロードしたいっていう時に、いろんなラボがいろんなゲノム配列をやっていて、アッセンブリー の、 レベルもドラフトだったりフィニッシュしてたり染色体レベルだったりとか、いろんなのが ごたまぜになっているので、ゲノムのアッセンブリーを整理するデータベースのアッセンブリーというのも作っています。で、この緑色が EBI で、青が NCBI で、赤がうちの DDBJ なんですけども、これとても一カ国ではできないので、国際協力してデータをそれぞれの受け付けて、一回公開したデータを相互にエクスチェンジして国際的なデータベースというのを作っています。要するにデータを手分けして集めて共有しています、データを。で、ここですでにもういっぱいデータベースが出てきてるんですけど、さらにもう一個ありまして、それはデータの種類で、今まで紹介してきたこちらのデータベースはオープンアクセスデータベースと呼ばれるやつで、基本的に誰でも自由に使うことができます。ただですね、今一番増えているのは個人ゲノム、個人レベルのデータなんですね。個人のフェノタイプ、表現系とジェノタイプのデータですね。要はある、ここ病院がありますけど、ある患者さんがこういう病気でっていうフェノタイプの情報と、どういうバリエーションを持っているかとか、エキソームのシークエンスとかホールゲノムのシークエンスのデータですね。で、当然データベースに登録してもらうときは名前とか、例えば社会保険の番号とか、個人を特定できるようなアイディア全部取り除いて匿名化された状態でここに登録されてるんですけども、当然プライバシーとか、人権を保護する必要があるので、こちら誰でも自由に使えるオープンアクセス DB ではなくて、アクセス制限データベースというところで管理しています。で、
うちが JGA、EGA、DB ギャップというのがあって、これはまた別のカテゴリーになります。オープンアクセスデータベースで1個、2個、3個、4個、7種類のデータベースが、主要なデータベースがあって、それからヒトゲノムですね、こう利用制限がかかっている人のデータはアクセス制限データベースでアーカイブしています。で、この JGA とか DB ギャップは、こういうあらゆるデータを集めています。まあ、要するにその人に関係するデータ、アクセス制限のデータ全部をここでアーカイブしています。で、あとですね、そのデータベース、このデータの種類ごとにそれぞれ特化したデータベースがあって、相互に ID でリンクされているんですけども、データベースの種類に2種類ありまして、一次データベースっていうのと二次データベースっていうのがあります。で、ここも区別することが大事です。で、一次データベース、プライマリーデータベースで、別の言い方でアーカイバルデータベースとかアーカイブとか言ったりします。で、私 DDBJ がやってるのはほとんどこのデータベースで、直接研究者からが実験データ塩基配列とかデータを直接登録してもらっています。で、大体その塩基配列データを使って論文出そうとすると、公的な DB に登録してくださいねって言われるので、 DDBJ とかに登録して、我々がアクセッション番号という形で ID を発行しています。で、登録者がその番号を論文に書いてという形で、データが集まるような仕組みになっています。で、例としては DDBJ とか先ほど紹介したようなデータベースはほとんどが一次データベースで、研究者が決めたオリジナルのデータをそのままアーカイブしています。で、もう一個あるのが二次データベースというやつで、セカンダリーデータベースとか言ったりします。で、キュレイティッドデータベースとかノーレッジベースとかも言ったりしたりします。で、これは一次データベースのデータとか文献を解析したり解釈したりして、こうキュレーションした結果をまとめたデータベースになります。で、こっちは要するに研究者が実験データを直接登録してくるので、間違いもありますし、クオリティが低いデータもありますし、さっきの、バクテリアのゲノムでいうと同じ菌株のゲノムデータだけどいっぱい重複したりしています。こっちは間違いがあって重複もあるし、まあ、いわゆるデータをそのままアーカイブしています。で、こちらその重複しているデータを見て一つの遺伝子にまとめたり、ボーノさんが作っている葵とかだとエクスプレッションをもうちょっと整理して臓器ごとに発現のレベルを埋めたりとか、こういう一次データを加工してもっと使いやすくしたのが二次データベースになります。で、一番有名なのは多分 NCBI のレフセックで、遺伝子とか人のゲノムとかで重複したのをノンリダンダントにした代表的な配列にまとめています。からアンサンブルとか遺伝子のアノテーションをまとめたサイトもありますし、遺伝子発現の発現のレベルを揃えたようなデータベースもありますし、 DBCLS のキップアトラスとか、あるいはタンパク質の機能注釈をしたユニプロットとかがあります。で、今回私が紹介するのは基本的にはこの一次データベースになります。で、一次データベースって構築するのが非常に大変なので、日米欧で協力して、まあ、手分けしてデータを集めて、データベースを国際的に協力して構築しています。で、さっき言ったのが、30年以上やってるのがこの機能注釈した塩基配列のアーカイブのジェンバンクと ENA と DDBJ ですね。それから NGS の生データがシークエンスリードアーカイブ、から先ほど出てきたプロジェクトはバイオプロジェクト、サンプルはバイオサンプル、アッセンブリーはアッセンブリーでアーカイブしています。で、ちなみにこの塩基配列を中心としたこの国際協力体制を INCDCインターナショナルヌクレオタイドシークエンスデータベースコラボレーションと呼んでいて、この日米欧の3局で協力して同じ、基本的には同じデータのフォーマットでデータを集めています。で、あと EBI はですね、ここを全部 ENA という名前で呼んでいます。それからあとこの INCC の外になってしまうんですけども、機能ゲノム X データは GEO アレイエクスプレスで DOR が準備中、
バリエーションは先ほど DB スニップ DB バーとこれ、ここがアクセス制限データベースですけども、ジェノタイプとフェノタイプは DB ギャップ EGA JGA でそれぞれアーカイブしています。で、これがなんでここまで知らないといけないかというとですね、要はこうデータが非常に増えていて、データを手分けしてできるだけ網羅的に集めようとしてるんですけども、なかなかこう全部カバーできなくなってきています。で、一例を挙げますと DB スニップ DB バーは、去年の9月からもう人以外のバリエーションのデータですね、例えば牛とかマウスですね、はもうアーカイブをストップしています。っていうのももうここの DB スニップのデータだけでもう数億件を超えていて、ハンドリングが難しくなってるんですね。だから、去年の9月以降はここはもう人のバリエーションデータしか集めてません。で、だから例えばですね、皆さんがアグリカルチャーの牛のバリエーションデータに興味があるっていうと、ちょっとこっちを見る必要が今後出てくるかもしれないです。で、あとはですね、SRA 今全体で数ペタバイト、多分8ペタバイト数ペタバイトのデータがあるんですけども、これをデータ要は日米欧のインターネット回線でデータを交換してるんですけど、やはりちょっとデータサイズが大きすぎるので、タイムラグが発生しています。なので例えばうちの SRA、DRA からデータを公開して、NCBI にミラーリングされるの、コピーされるのが、2、3日後だったりするんですね。だから論文読んでなんか DRA のアクセス番号でここで検索したんだけどないっていうことが多分時々あります。で、そういう時は、こっちで見ないといけないんですね。で、逆も起こり得ます。で、だからそれぞれの DB にちょっとカバレージがこう全部カバーっていうわけにもいかなくなってきているので、こういった関係も、知る必要があります。で、あとアクセス制限のデータベースは当然利用制限がかかっているので、例えば日本人のゲノムデータをエクスチェンジしてシェアするというわけにはいけませんので、サマリーだけ交換しようとしています。なので、なのでこれに関してはもうそれぞれのところにデータを取りに行くしかないです。で、今がいわゆる公的なデータベースの話で、あともう一個はですね、大規模なプロジェクト生産プロジェクト、大規模なプロジェクトっていうのが国際的にいくつも立ち上がっています。で、これは要するにですね、みんなが使うような標準的なデータセットは国際協力してみんなできれいにデータを取って一気に公開しちゃってみんな使ってくださいねっていうプロジェクトがいっぱいあります。で、一番有名なのがオープンアクセスの方で1000人ゲノムプロジェクトっていうのがもうほぼすでに完了しています。で、1000人ゲノムプロジェクトからはいろんな民族ポピュレーションの、2504人分のゲノムデータっていうのが SRA からオープンに公開されています。で、日本人のデータも確か104人ぐらい含まれています。140だったけど。で、あとヨーロッパの HIPSI っていう、プロジェクトは数百人の人から iPS 細胞を樹立して、そのゲノムデータ、エピジェネティクスデータが全部公開されています。で、iPS 細胞もバイオバンクから分譲を受けることができます。で、エンコードはいろんなこうエピジェネティクスとか遺伝子発現のデータをもう公開しています。で、日本で一番有名な理研のファントムプロジェクトで、人のケージですね、キャップをトラップして転写開始点とか発現とかエンハンサーを網羅的に測定した、いろんな細胞の種類で測定したデータが公開されています。で、こちらのデータは基本的に SRA とか GO とかで公開されているんですけども、データベースが独自にポータルサイトを作っていることがあって、そこでもっとこう使いやすい検索のツールとか解析ツールを提供していることがあるので、もし自分の興味があるデータがこういうところでカバーされていれば、そこに直接行くっていうのも一つの手になると思います。で、アクセス制限データベースですと、このキャンサーゲノムアトラスっていうのがアメリカのが中心となっているプロジェクトで、いろんながん患者さんのあらゆるがんの組織のゲノムデータをシークエンスしています。で、こちら多分全体で2ペタバイトぐらいデータがあります。
で ICGC は同じがんのゲノムコンソーシアムでヨーロッパが中心になっています。 IHEC はいわゆる、いろんな個人の方のエピジェネティクスのデータですね。あのヒストン修飾とか DNS の感受性ですね。で GTEX っていうのが、300何人かの、死んだ方ですねを検視の時にいろんな脳みそとかいろんな組織からサンプリングしてジーンエクスプレッション遺伝子発現のデータを網羅的に測定したっていうのがこのプロジェクトになります。で HMP っていうのはあの人の腸内細菌のメタゲノムのデータになります。でこれこの真ん中に書いてあるんですけど、人の腸内細菌のゲノムを解析するとどうしてもあの人の配列がコンタミしてきます。それって個人情報なので、コンタミしてる人の配列をフィルタリングして除いたやつは SRA からオープンに公開されていて、コンタミした状態のやつは DBGAP からアクセス制限がかかった状態で公開されています。このアクセス制限もあのサマリーの情報とかサンプルが何個あるとか、個人を同定する心配がないデータは結構オープンに出ていて、個人レベルのデータはアクセス制限がかかっていて利用申請が必要という形になっています。でちょっとここまでをまとめますと、データの種類ごとに一次データベースがあると。これとこれとこれ主要なところで言うと、ここですね、5種類あります。でそれからデータを整理するような実際の実験のデータは持ってないんだけど、プロジェクトサンプルあるいはアッセンブリーという情報を管理して、いろんな実験のデータを整理する役目を持っているこういうデータベースもあります。でこれが何で重要かっていうと、後でちょっとデモでお見せしたいと思うんですけど、データがベースのデータいろんなところにデータがあるので、それをこう全体像を俯瞰するサイトがいるんですけども、そういう時に非常に有用です。であと大規模なプロジェクトのデータベースがありますと。で次いよいよあのコアとなる NGS の生とアライメントのデータベースである SRA を紹介していきたいと思います。でこれ2008年ぐらいから始まっています。でこれがあのどんぐらいのデータが蓄積されているかっていうのを示したグラフになります。で横に年があって、このオレンジの線が、オープンアクセスになっている SRA から公開されているデータの塩基配列の量になります。で今オープンアクセスで6000兆塩基のデータが公開されています。でサイズでいうと多分数ペタバイトですね。でそれよりも大きいのはこの水色のラインが、いわゆる NCBI の DBGAP っていうアクセス制限がかかっている個人のゲノム配列を足したのがこの水色で、差分がその DBGAP の塩基の量になるんですけども、今もうアクセス制限の方が8500兆塩基で、こちらの方が SRA 全体よりも多くなっています。やっぱり一番知りたいのって医療とかヘルスケアに直結する人の個人のゲノムなので、今ここが猛烈な勢いで増えています。でこれを全部足すと1京4500兆塩基のデータが公的データベースに蓄積されています。で去年静岡県立大学にこの資料を作った時は9000兆塩基だったんですね。でいずれこれ K っていうあの未知の領域に行くなと思ったら、あっさりそうなってしまいまして、今この K という単位になっています。ファイルサイズでいうとペタバイトですね。でただ内訳を見ます と、ほとんどがあのイルミナになっております。でこれ DBCL が作っているあの SRA の、検索系のサイトで、こういったあの生物 SRA の中でどういう生き物が多いかとか、どういうシークエンサーが多いとかとか、その統計情報を見ることができます。でこの赤いラインがイルミナのハイセック2000で、ここら辺にもいろいろあるんですけども、ほとんどがイルミナのシリーズになっています。で今ほとんどあのいっぱい出力ハイスループットの読みたいっていうところはほとんどイルミナになっていまして、
SRN のデータの大部分もイルミナになっています。であといくつかロングリードですね、さっき言ったパックバイオとかいうのがいくつかあるという状態になってます。でどういうファイルのフォーマットでアーカイブしてるかなんですけども、NGS の生データをテキストファイルでそのままアーカイブするともうかさばってしょうがないんですね。なので、SRI ってもともと NCBI のアメリカの NCBI のプロジェクトで始まったんですけども、この SRA というバイナリーのファイルフォーマットで生データを基本的にはアーカイブしています。でこの SRA ってデータベースの名前と同じでややこしいので、ファイルフォーマットの時は小文字で書いております。でいろんなイルミナとかパックバイオとかからデータが出てくるんですけども、各ベンダースペシフィックな特異的なフォーマットでデータが出てきます。でこれを一旦我々が SRA という統一したフォーマットに変換して、それをでデータが公開された後はエクスチェンジして、インターネット越しにアスペラっていう高速のデータセンサーソフトでエクスチェンジしてアーカイブしています。でですね、DDBJ と EBI は、SRA ファイルフォーマットだとちょっと使い勝手が悪いので、皆さんテキストファイルのファストキューファイルっていうのを、使う方が多いんですね。でいろんなツールもファストキューをインプットすることが多いです。ですので、うちと EBI はさらにアディショナルなサービスとして、この SRA ファイルに加えてこちらから生成したファストキューファイルというのも両方提供しております。で NCBI はSRA ファイルを戦略的なファイルフォーマットとして中心に据えているので、NCBI はファストキューファイルを作っていません。でここも各データベースの違いを知らないといけないところなんですけど、もしファストキュー SRA データのファストキューが欲しいとなれば、ここかここがいいです。でここだと一旦 SRA ファイルをダウンロードして、SRA ツールキットというツールで SRA からファストキューファイルを生成するっていう一手間が必要になります。で NCBI がファストキューを作ってない理由は単純で、もうかさばってしょうがないと。ここですでに10ペタバイトあるのに全部ファストキュー作るとさらに10ペタバイトになるので、彼らはこれだけに絞っています。それからちょっとこうファイルフォーマット競争というようなものがありまして、EBI はそのアライメントのデータは独自のクラムファイルフォーマットというのを作っていて、アライメントデータはクラムという EBI 独自の、でこれオープンソースな結構スタンダードなフォーマットなんですけども、クラムというファイルでアーカイブしています。で、このクラムファイルは NCBI に行くと、 NCBI の人はクラムから一旦 BAM に戻してアライメントデータに戻して、ここからさらに SRA ファイルというのを作っています。というのでちょっとその、BAM のアライメントデータに関しては、ファイルフォーマットがちょっと混在しています。でこれなんでかっていうと、 SRA ファイルってファイル NCBI のファイルフォーマットなんで EBI にとっては面白くないんですね。なので EBI も独自のフォーマットを作っていて、それがクラムになります。で、クラムはちょっと置いといて、 SRA ファイルフォーマットって何っていうと、まず NCBI が単独で開発しています。それから SRA ツールキットというのがあって、 SRA ファイルからオリジナルの元々のファストキューとか元々の BAM ファイルにコンバートすることができます。でここに SRA とか BAM とかいろんなファイルの特徴が書いてあるんですけども、まあ、SRA ファイルの特徴はバイナリーですでに圧縮されていてインデックスされているというのが特徴です。で各リードにインデックス情報がついているので、例えば人のホールゲノムの SRA ファイル、ホールゲノムシークエンスの SRA ファイルがあって、例えば数ギガバイトあったときに、SRA ツールキットで1万染色体だけファストキューにするとか、1万染色体の座標ですね、この塩基座標からこの塩基座標だけスライシングして BAM に変換するとか SAM に変換するとか、そういった使い方ができます。
で、あと NC ベアのいろいろブラスト用にとかいろんな情報を SRI ファイルに埋め込んでいて、要は塩基配列とベースとクオリティだけじゃなくていろんなメタデータを NC ベア埋め込んでいて、ブラストとか、シーケンスのビューアーですぐにそのまま読み込んで表示できるようにしています。で、これについては後で紹介していたします。で、 SRA のデータモデルがこれまたちょっとこういくつか、このオブジェクトと呼ばれるものがあって、それを理解するのが、極めて大事になってます。で、その大量の生データをアーカイブするために、一つのメタデータと、要はそのどういうデータですかって説明した説明書きですね、一つのメタデータだけじゃ不十分なので、いくつか分けて使い分けています。で、これが SRA のデータモデルなんですけども、一番トップになるのがこのバイオプロジェクトですね。昔スタディとか呼んでました。で、ここにどういう研究ですか、こういう目的の研究ですよとか、あるいはグラントとか論文の情報を書きます。一番トップレベルのオブジェクトになります。で、もう一個バイオサンプルというのがあって、どういうサンプルですか、例えばホモサピエンスで日本人で何日にコレクションしましたみたいなのが書いてあります。サンプルの情報ですね。で、このサンプルをからリンクされてこのエクスペリメントというのがあります。これが SRA の中心オブジェクトになります。で、エクスペリメントは、プロジェクトとサンプルにリンクしています。で、このエクスペリメントはどういうサンプルからライブラリーを作って、どんなシークエンスでシークエンサーでランをしたかという情報が書いてあります。で、実際のランデータはこのエクスペリメントにリンクしているランというオブジェクトがアーカイブしていて、ここに SRA ファイルがくっついて、ここに実際のリードデータが来ます。どういう研究でどういうサンプルを使ってどういうふうにシークエンスして結果がこれですっていうのを、分けてアーカイブしています。で、分けてる理由はよくこう分かれてるので分かりにくいとかややこしいって言われるんですけど、こちらの立場からすると分けないととても数ペタバイトのデータを整理整頓してアーカイブするのがちょっと難しいんですね。なので、この4つのオブジェクトで、情報を階層化してデータを整理しています。で、ここからちょっと実際の例を見ながら説明したいと思います。複製すればいいのか、あそこでいいのか、失礼しました。で、この NCBI いろんなデータベースがあるんですけども、ここでバイオプロジェクトを選んで、この ID ですね、 PRJDB3182 というのでちょっと検索してみます。で、そうするとピンポイントで今から実例で紹介するデータが出てきまして、これギボシムシっていう進化的に面白い生き物がいるんですけども、ハワイで取ってきたギボシムシをゲノムシークエンスしましたっていうプロジェクトであることが書いてあります。で、プロジェクトの情報が書いてあるだけではなくて、このプロジェクトに関連する情報もいっぱい書いてあります。例えばこれだと OIST が登録したということが分かります。こういう論文が出てるというのも分かります。関連する OIST のサイトとかいろんな情報リンクが書いてあります。で、バイオプロジェクト、要はこうプロジェクトに ID、 この場合でいうと PRJDB3182 を割り振っているんですけども、さらにこのプロジェクトから出てきた関連するデータを取りまとめるっていう役目も担っています。これを見ると、いわゆるアノテーション、アッセンブルアノテーションされた塩基配列、ギボシムシの塩基配列でアノテーションがついているやつが21万配列あるというのが分かります。から SRA のエクスペリメントが11個あって、論文とかアッセンブリーサンプルがあるというのが、一望できます。で、どういうサンプルかなって知りたければこのバイオサンプルをクリックします。
で、バイオサンプルはその他サンプルの情報について ID を割り振っています。で、 ID はこの SAMD の23482ですね。ちなみにここが D になっていると DDBJ、うちが出したアクセション番号になります。 NCBI だと N で EBI だと E になっています。で、バイオサンプルはいろんな属性があって、属性の名前と値のペアになっています。で、これを見ると2006年の12月10日にハワイのどっか砂浜でサンプリングした、ここは生物ですね、ギボシムシですよっていうのが分かります。で、ゲノムサイズとかもここに書いてあります。で、今プロジェクトとサンプルの情報が分かったので、じゃあ肝心のゲノムのデータどれっていうところなんですけど、NGS と生データは先ほどの SRA のエクスペリメントにあるので、こちらのリンクになります。で、これをクリックします。で、そうするとエクスペリメントが11個ヒットします。で、ここにちょっと概要が書いてあって、イルミナのマイセックで読んだ 27.5 メガのリードで 14.1 ギガベースあって、8ギガバイトファイル SRA ファイルのサイズがあるというのが分かります。で、このうち1つをクリックするでとエクスペリメントの詳細のページに飛んで、これが出てきます。で、エクスペリメントには DRX とか ERX っていう番号が割り振られています。これだと DRX の025519ですね。で、エクスペリメント、さっきのオブジェクト図で見ると、今、このデータモデルを頭に入れておくのが大事なのは、これを頭に入ってないと今何を見てるか分かんなくなっちゃうんですね。すぐ迷子になっちゃうので、これをですね、暗記していただくのが大事だと思います。今ここにいます。さっきここ見て、ここ見て、今ここにいます。で、エクスペリメントはプロジェクトとサンプルをつないで、ライブラリーとシークエンスの情報が書いてあります。で、それが、これで、このエクスペリメントにリンクしているプロジェクトはこれで、サンプルはこれですよってさっき見た番号が書いてあります。で、ここにライブラリーの情報があって、ホールゲノムショットガンで、ジェノミックで、ペアエンドで読んだペアエンドライブラリーで、イルミナのマイセックで読んだというのがここで分かります。で、ここもでもまだデータにたどり着かないんですね。で、このエクスペリメントから出てきたランはどれっていうのを、そこまでいかないといけないです。つまり今ここにいるので、ここに移動する必要があります。で、それがここに列挙されていて、このエクスペリメントからイルミナのマイセックで3回ランをして、ランが3つあるというのが書いてあります。で、ここでちょっとスポットって NCBI 独特の言い方なんですけど、要はペアエンドのリードを1つとして数えた数え方になります。で、サイズとかが書いてあります。で、実際のデータを見てみます。で、ランをクリックするとそこに飛んで、ちょっと時間がかかっているのでスライドの方で説明しますと、今プロジェクトサンプルエクスペリメントときて、ランはこんな画面になります。具体的にはこのランの情報ですね、リード数とか延期数、サイズが書いてあって、で、あと先ほど言ったようにですね、 NCBI はいろんなメタデータを解析した結果を SRA ファイルフォーマットに埋め込んでいるので、 GC コンテントとか、いう情報も見れます。で、このメタデータ、リードというタブに来ると、具体的なリードの配列、延期とクオリティバリューをこうちょっとチラ見することができます。で、一個一個のリードには、そのランのドットの123456という形で連番を割り振ってます。で、このランの番号、ランというのはもう一回番号を発行してアーカイブしたらもう変えれませんということになってます。だからランのなんていうか、一回番号が発行された欄はもう不変です。もしシークエンスを間違ってたとかいうときは、その欄を取り消して新しい欄を登録してもらうということになっています。で、これを見ると1番から5万
53万708番まであって、この欄で53万700何歩かのリードがあるっていうのが分かります。で、実際この FTP とかアスペラとかでこの欄をダウンロードして実際解析するっていう流れになります。で、今までの2章の内容をまとめたのがこちらで、もうこれに尽きるんですけども、SRA というのはいくつか3つのデータベースにオブジェクトがまたがっていて、プロジェクトサンプルエクスペリメントランになります。で、この構造を頭に入れときながら SRA のデータを見ていくと迷子にならずに済みます。で、ここからちょっと実際に検索をしながら各データベースの使い方の紹介をしていきたいんですけども、さっきの LAN の読み込みに時間がかかったことを見ると、ちょっと皆さんで一斉にもしかしてアクセスするとちょっと危険かもしれないので、基本的にちょっと私がここでお見せしたいと思います。で、まずは EBI ですね、のサービスですね。彼らはユーロピアン・ヌクレオタイド・アーカイブという ENA というデータベース名をつけています。で、こちらがEBI の ENA のデータベースになります。で、ここにアドバンストサーチというのがあって、これが大変使い勝手が良い、サーチになっています。で、ちょっといきなりこのドメインというのが出てきて面食らうんですけども、EBI はちょっと特殊な名前の付け方をしていて、NCBA と DDBJ の生データは SRA で、アッセンブルされたデータはジェンバンク DDBJ とか、それぞれ違うデータベースの名前で呼んでるんですけども、EBI は塩基配列関連のデータのデータベースの名前を ENA という形で全部統一していて、要は ENA って SRA と DDBJ と、あとまああって、でその中のデータの種類をドメインという呼び方で区別しています。で、ENA の中のこのアッセンブリーっていうのがアッセンブルされた配列で、シークエンスというのがいわゆるアノテーションされた、機能注釈された塩基配列になります。で、このリードというのが要は SRA のことで、生データとかアライメントデータになります。からスタディというのがバイオプロジェクトのことです。で、サンプルというのがバイオサンプルのことになります。で、今SRA の生データを検索したいので、リードドメインを選びます。で、そうするといろんな項目が出てきて、ENA のいいところはメタデータ、先ほどのエクスペリメントランサンプルプロジェクトのいろんな項目、ありとあらゆる項目で組み合わせて検索することができます。で、あと結果の見せ方が、非常に表形式で分かりやすくてですね、例えばこれ DRR の027941という先ほど のギボシムシの LAN のデータなんですけども、結果が表形式で出てきます。今ちょっとすっ飛ばしてしまったんですけど、ここのアクセッション番号、 LAN のアクセッション番号をここに入れて検索するとこの画面に来ます。で、この欄が、リードの数とかライブラリーの名前とかいろんな情報が見れます。で、ENA が優れているのは、さっき言ったプロジェクトサンプルエクスペリメント欄の関係を表形式で、見せてくれるので、対応関係が非常に分かりやすいです。ここにファストQ からバイナリーの SRA ファイルから生成したファスト Q の FTP のリンクがあって、イルミナマイセックのペアードの
卵であることが分かります。だからこの左の方にたどっていくと、この卵がリンクしている、卵エクスペリメントサンプルスタディのアクセッション番号をこう並べて書いてくれているので、対応関係が分かりやすいです。で今要はですね、この卵ここにいるので、この卵がリンクしているエクスペリメントサンプルプロジェクトが横に表形式でずわーっと並んだ形になります。それからいろんな、サービスをしていて、まずはファストキーを提供しているというのが NCBI にはない、付加価値になります。 NCBI だと SRA ファイルしかないので、自分でファストキーファイルを SRA ファイルから生成しないといけないんですけども、EBI はファストキーファイルをすでに作ってくれていますので、いきなりここからダウンロードして解析することができます。でちなみにこれファストQファイルが2つあるんですけども、これ要はイルミナのペアリードでフォワードとリバースで読んでいるので、フォワードとリバースのファストQファイルがバラバラに出てきています。 SRA ファイルだとペアードの配列が1つのファイルに、含まれています。でファストQファイルのアンスコ1とアンスコ2というのがあって、要はフォワードと1番がフォワードで2番がリバースになります。それからあとファストQファイルギャラクシーというのがありまして、ギャラクシーというのはウェブ上でデータを読み込まアップロードして、いろんなこうアライメントするとかアッセンブルするとかいうのをツールをこうウェブ上で選んでいって、解析のワークフローを作って解析するっていう非常に便利な仕組みがあるんですけども、ここをクリックするとこのファストQファイルを自動でそのギャラクシーに読み込んでくれます。でその状態でこのファストQの生データに対して、例えばこのゲノム配列にアライメントするとかいうのをウェブ上でコマンドを打つことなく選んでいくことができます。あとこのセレクトカラムっていうのが便利でして、いろんなこの表に含めたい項目を選ぶことができます。例えばですね、このペアードノミナルレンスっていうのがあるんですけど、これペアエンドで読んだ時のフォワードとリバースの距離ですねが、5キロベースっていうのがここで分かります。あとそのスタディのタイトルとか、リード数とかいろんな項目をこのテーブル下のテーブルに含めることができます。で自分が見たいやつを選んでこのテキストっていうのを押すと、タブ区切りのテキストファイルでこの表をダウンロードすることができるので、これを例えば Excel にコピペして、内容を見るっていうことができます。で今一つだけの欄を見てるんですけども、さっきも言ったようにまずそのデータの全体像を理解するっていうのが大事なんですね。でそういう時は、一番上の、バイオプロジェクトまで駆け上がってそこから見下ろしていただくと、すごいデータの構成を理解しやすくなります。でここがバイオプロジェクトですね。これをクリックします。でここにプロジェクトの情報が出てきて、この下にこのプロジェクトから出てきているサンプルエクスペリメントランが表で全部出してくれます。今何を見てるかというと、さっき一つのランにいて全体像がわからないので一番上のプロジェクトに来ています。表の一番左ですね。でここからこのサンプルエクスペリメントランを全部見下ろした状態になります。でそうすると、このギボシムシの、ゲノムを454とかイルミナのマイセックでペアードで
シングルとかペアードでいろいろ読んでるんだなっていうことが分かってきます。でここでさらに先ほどのインサートのサイズですねを入れると構成がさらに分かりやすくて、要するにギボシムシってあのリファレンスとなるような配列がないので、デノボでこの人アッセンブルしようしたプロジェクトなんですね。で、デノボでやるので454でシングルでまず読んで、イルミナのマイセックでそのペアの距離を400ベース3キロ20キロ15キロって変えながらいろいろ読んで、その結果がこれらであるということが一目瞭然で分かります。あとこのバルクダウンロードファイルというのをクリックすると、Java のインストールが必要なんですけども、ここで出てるファストQファイルとか SRI ファイルをまとめてダウンロードすることができます。でこの表形式で、ENA だと表示してくれるので対応関係が分かりやすいっていうのと、もう一つメリットはメタデータの絞り込む検索になります。で具体的な例としてイルミナでペアードで読んでいるデータが公開された日が2017年の1月1日以降というデータを検索してみたいと思います。でこのアドバンストサーチですね、SRI の生データなのでリードドメインを選びます。でここにインストルメントモデルというのがあって、具体的な NGS のモデルをここで選ぶことができます。でイルミナだとイルミナのハイセックとかマイセックが出てきます。ただ今やりたいのはザクッとイルミナ全部っていう検索をしたいので、その時はこのインストルメントプラットフォームというところを指定します。でそうするとそのシークエンスの種類ごとに選択肢が出てくるので、ここでイルミナを選びます。でペアエンドが欲しいのでライブラリーのレイアウトをペアードにします。からちょっと新しいデータが欲しいので、ファーストパブリックですね、初回公開日が2017年の1月1日以降、ここで日付を選んでこの、大なり以上っていう統合というかその演算子というかを選びます。で検索を押します。でここに検索の条件式が出てきます。でそうするとこのエクスペリメントランスタディ、EBI の言い方で言うとドメインごとデータベースごとの結果が出てきます。でビュー863,445のランがヒットしたのでビューオールを選びます。そうするとこうやって、リストが出てきます。でここでも非常にいいのはこのレポートというタブがあって、この検索結果を表でダウンロードすることができます。でさらにその検索結果の表に含める項目をこうやって自由に選ぶことができます。例えばこれ86万あるんですけども、これを一旦ファイルでダウンロードして Excel で開いて Excel の機能でいろいろソートするとか、検索するとかいう使い方もできます。でさらにいろんな凝った検索ができまして、例えばオリザサティバですね、稲の転写産物シークエンスのデータをがまとめてほしいという例になります。でまたアドバンスサーチに行きます。でリードドメイン でここにオリザサティバ、このタキソンネームがの生物の名前でオリザサティバと入れます。でそうするとこう候補が、生物の学名の候補が出てきます。でオリザサティバを選びます、ただオリザサティバは今の候補でも出てたんですけど、インディカとかジャポニカとか、
このオリザサティバ以降の、こう分類群が大事なので、今このまま検索するとこのタキソノミーがオリザサティバのピンポイントのしか出てこないので、この貝の分類群も含めるっていうインクルードサブオーディネートタクサというのにチェックを入れます。そうするとオリザサティバ以降のインディカとかジャポニカも全部引っ掛けることができます。でライブラリーソースで転写解析なのでトランスクリプトミックを選んで検索します。でそうするとこうやって結果が出てきて、レポートでこのサイエンティフィックネームのところを見ていると、ピンポイントのオリザサティバだけじゃなくてジャポニカとかがちゃんとその貝の分類群もヒットしているというのが分かります。で次がですね、ちょっとここ浜松医科大学 の人のデータに興味がある方もいらっしゃると思うんですけども、人のイルミナのリードで、ホールゲノムショットガンシークエンスでリード数が2億以上という検索をしてみたいと思います。でここがホモサピエンスで、からプラットフォームがイルミナで、ライブラリーのソースが WGS ですね。ここかライブラリーのストラタジーというのがあって、WGS を選びます。リードカウントが2億以上ですね。で検索すると出てきます。でランの結果を見て、で人の WGS の2億リード以上のイルミナのランというのをまとめてみることができます。ただですね、これを見ていくと時々ファストQがないランというのがあります。例えばこの SRR の1273409、でこれさっきの検索結果に含まれてるんですけども、ここに GoToDBGAP というのが出てきます。 DBGAP に行けと。で要は NCBI って DBGAP にアクセス制限がかかった人のデータをアーカイブしていて、ただ実際にメタデータは SRA に出してるんですね。ちょっとややこしいんですけど、だから DBGAP の NGS のデータって SRA で検索できるんですけども、実際の塩基配列データは個人レベルの情報になるので DBGAP でアクセス申請をして、承認されたらダウンロードするという形になります。なのでこれはメタデータはヒットするんだけど、NGS のデータは取れないっていう例になります。でホモサピエンスで検索するとこういうのが結構引っかかってきます。でこういうのもしフィルタリングしたければ、先ほどの検索式のサブミッティッドフォーマットというところがあるんですけども、ここを not イコール protected ってすると DBGAP、 いわゆるアクセス制限がかかった SRA の LAN っていうのを除外することができます。であともう一個はですね、今までずっとその
リードドメインを選んでエクスペリメントとランの情報で絞り込み検索をしてきたんですけども、 SRA が見てるサンプルの情報で検索して、で目的のデータにたどり着くっていうやり方も非常に有用です。で今度は今までずっとリードドメインを選んでたんですけども、今度サンプルから攻めていくので、サンプルドメインを選びます。でそうするとこのサンプルのいろんな情報で検索することができます。で例えばですね、メタゲノムサンプルで深さデプスが200メートル以上というサンプルを検索してみます。でメタゲノムって NCBA のディリビジョンも EBI も、生物の分類というのは NCBA が作っているタキソノミーデータベースというのを共通で使っています。っていうのも生物の分類が例えば各データベースで違っているとあまりにも使い勝手が悪すぎるので、そこは NCBI で集中管理してもらっています。でメタゲノムって生き物じゃないんですけども、メタゲノムサンプル非常に増えているので、メタゲノムにタキソノミー ID を割り振っています。でその親玉みたいなやつがこのタキソンで408169というのがタキソノミー ID なんですけども、この下にいろんなエコロジカルメタゲノムって、この空気中エアーメタゲノムとか空気とか、地面ソイルとかそういうのがあって、あとオーガニズマルメタゲノムというのがあって、まあ、いわゆる生き物から取ってきた、人の腸内細菌ヒューマンガットメタゲノムとか、そういうのがこのタキソノミーのノードに全部ぶら下がっています。なのでこのタキソノミー ID を入れてあげて、この解分類群も入れるっていうのをチェックすると、なんちゃらメタゲノムっていう学名が書いてあるサンプルを串出しまとめて検索することができます。で、デプスですね。間違えた。で、デプスはメートルの単位で EBI が、揃えてくれているので、200メートル以上で検索します。あとサンプル非常に面白くて、サンプルの最終地点の緯度経度をメタデータとして書くことができるんですけど、こんな感じでサンプルが取られた場所を Google マップで指定するとかいうこともできます。で、サーチをします。で、そうすると4342のサンプルがヒットして、これを見ていくと、ちょっと資料の例とは違うのをクリックしたんですけども、2009年にどっかの中国のオイルフィールドって書いてあるので、多分あれですね、こう深い海に掘ってこう海底油田ですよね、海底油田の取ったサンプルで、深さが1446から1539メートルというサンプルがヒットします。でここでリードファイルというタブを選ぶと、このサンプルから出た、ランのデータを取ることができます。ですのでエクスペリメントランだけじゃなくて、とか要はライブラリとかシークエンサーの情報だけじゃなくて、サンプルの情報からも検索して目的のデータを取るということができます。で以上が EBI の説明になります。ちょっとネットがつながらなくなっちゃうのが怖かったので私しかやってないんですけども、結構これ面白いのでぜひこの実習の後にいろいろ試してみてください。で次が NCBI の紹介になります。ちょっと一旦
まず NCBI に行くと、ここでデータベースを選ぶことができます。あとこの今 SRA のデータベースにいるんですけども、このアドバンスというところが検索ボックスの下にあって、先ほどの ENA のような絞り込み検索というのができます。例えば生物が人のやつとか、あとこの絞り込みのいいところはですね、結果どんぐらいヒットするかというのをチラ見することができて、例えばプラットフォームで小インデックスリストと押すと、イルミナが330万エクスペリメントぐらいあるというのが見ることができます。でイルミナ でさらにアンド検索で別のフィールドという形で絞り込み検索をすることができます。ただですね、先ほどの ENA の方が項目は多くなっています。でとりあえずざっくりとホモサピエンスで検索してみます。でそうするとホモサピエンスで、121万のエクスペリメントがヒットします。で NCBA の素晴らしいのはインテグレーションが非常にディープなことで、まずここでですねファセットの検索ができます。 DB ギャップにあるアクセス制限のやつとオープンアクセスのものから D、そのライブラリのソースが DNA なのか RNA なのかエキソームなのかホールゲノムなのかからアライメントされたデータなのかっていうのをここでファセットで、さらに絞り込むことができます。でさらに右に行くとですね、その検索でいろんな関連するデータベースを検索して統計情報を出してくれています。でホモサピエンスで検索したので、このエクスペリメントのホモサピエンスが一番ヒットしましたよと、次がヒューマンガットメタゲノムですよという形で、タキソノミーのこの検索結果の分類のランキングを示してくれます。でその下にあるのはバイオプロジェクトのランキングですね。それから関連するデータでこの検索結果に関連するバイオサンプルオープンなやつとアクセス制限かかっているのが何件でトータル何件、プロジェクト DB ギャップ GEO のエクスプレッションとかのチップセックのデータが何件というのを見せてくれます。でさらに下に行きますとこの Search Details というところがあって NCBA がどういう形で検索したかっていうのを出てきます。で何気なくホモサピエンスって入れたんですけども、まずホモサピエンスを普通にテキストとして検索しているのと、NCBA がオントロジーを当ててくれて、このホモサピエンスって生物名のことだよねっていうので、生物名がホモサピエンスっていうやつで勝手に要はこの検索のクエリの言葉を解釈して NCBA がよろしくいろいろこう高度な構造化した検索をしてくれます。で NCBA の特徴はこの高度なインテグレーションですね。で先ほどのギボシムシのバイオプロジェクトに戻ります。でギボシムシのダブルゲノムシークエンスの SRA のエクスペリメントはこれですよと、ただ正直このエクスペリメントが11個こう縦に並んでるんですけども、さっきの EBI みたいな表形式で見ないと全然理解できないんですね。でそれがこのランセレクターというのを使うと先ほどの ENA のような表形式を表にすることができます。この send to のランセレクターからもいけます。で今このプロジェクト由来の11個のエクスペリメントがあって、これをランセレクターに送り込みます。そうするとその縦を横にして並べてくれます。
でまずここに共通の情報が11個のエクスペリメントに共通の情報が上に出てきて、下に先ほどの ENA のような表が表示されます。でさっきも言ったようにいろんなシークエンサーで、インサートのサイズですね、ペアードの距離を変えながらシークエンスしている。でランが27ランあるというのが一目瞭然で分かります。でさらにここのファセットで絞り込むことができて、例えばここでプラットフォームってクリックすると、27個のランのうち24個がイルミナで、3つが454ですよというのが下に出てきます。でこのイルミナを選ぶと27だったのが24ランになって、イルミナのだけがここにセレクトされて出てきます。で結果をファイルでダウンロードすることもできて、これを丸ごと アクセッション番号のリストだけダウンロードする、この LAN のアクセッション番号のリストだけダウンロードすることもできます。これが LAN のデータですね。今、はい、あでですね、今トータルのリストをダウンロードしちゃったので27LAN あるんですけども、ここでポチポチポチと選ぶと、セレクトされた、今だと2つですね、2つの LAN の情報だけ落とすことができます。2つですね、ここを押すと全部選べます。でというわけで、NCBI で、検索して、LAN セレクターですね、これ、LAN が多いときは LAN セレクターで表形式にして、対応関係を EBI のように分かりやすく把握することができます。さらにいろんなカセット検索してセレクトして、興味がある LAN だけをのリストをテキストで落とすとか、そういうことができます。でさらに NCBI がすごいのは、塩基配列データレベルのインテグレーションが非常に素晴らしいです。でこれがですね、先ほど出てきた1000人ゲノムプロジェクトの、ジャパニーズの、ゲノムデータのバイオプロジェクトになります。でここ見ると東京にいる人の日本人のエキソームシークエンスだということが分かります。でどういうサンプルかなって知りたければここを見ればよくて、1人じゃなくて105サンプル、おそらく、数十人、日本人を解析してます。で1つ選ぶバイオサンプルを選ぶと、ここに東京にいる日本人で東南アジア人で男性であるということが書いてあります。これハップマッププロジェクト、1000人ゲノムプロジェクトのその ID も書いてあります。でこの日本人のエキソームゲノムシークエンスプロジェクトから出てきた SRA エクスペリメントは147個あって、それを今表示しています。でここでですね、左のアラインドデータですね、要は BAM ファイル、アライメントされたデータだけ絞り込みます。でそうすると3つになりました。で1つのエクスペリメントを選びます。で LAN を選びます。なかなか出てこない、ちょっと一旦スライドに戻ります。でさっきのですね、1000人ゲノムの日本人ゲノムのプロジェクトに行ってサンプルを確認して、エクスペリメントで100何個出てきてアラインドデータに絞って3つになって、その LAN を選ぶと今出てこないんですけどこういう画面になります。でアライメントデータでだとアライメントっていうタブがあって、そこを選ぶと SRA の生データを
シークエンスのビューバー上で見ることができます。でここに染色体選べっていうところがあって、ヒューマンなので、染色体 の1番から出てきて XY があって、染色体を選んでここのシークエンスビューワーっていうボタンを押すとその欄をシークエンスのビューワー上で見ることができます。そのビューワー上で見たのが今ここの、画面になります。要は日本人のさっき男性だったんですけどこれ女性の、エキソームの欄のデータをでこれアライメントされているので、その要はヒトゲノムのアノテーションと統合してこのビューワーに出すことができるんですね。リードが人の GRCH37 番のゲノムのどこにリードがアライメントされているかっていうのが SRI の LAN 情報に書き込まれているので、そのアノテーションの情報と重ねて見ることができます。でいろんなズームアウトしたりズームインすることができて、これと日本人の女性の、エキソームのランデータを12番染色体を選んで見ている画面になります。で結構ズームしていてここに見えるのがその SRAN の一つ一つのアライメントリードになります。で、とあるでここのトラックって選ぶ と、ここに表示する情報を選ぶことができます。で例えば6フレームの、翻訳ですね、塩基の翻訳とかスニップ、クリンバー情報を重ね合わせることができます。ちょっと重いんですがそうするとですねちょっと戻ります。ここにで12番染色体を選んでシークエンスビアで表示を選ぶとこういう画面になっていろんなこのゲノムのアノテーションの情報どこにどういう遺伝子があるかと下にこのアライメントの情報が表示されます。で NCBA のいろんなリソースとインテグレートすることができて、スニップとクリンバーという医学的に重要なバリエーションをキュレーションしたデータベースの情報を出してあげます。でここに1個 RS の671っていう DB スニップの番号のスニップがあってリファレンス配列と G になってるんですけどもこの方だとそこが A になってるそのリファレンスとミスマッチしてる塩基配列が赤で表示されます。でリードを見ると、A のところと G のところがあるのでおそらくこの日本人の女性の方ってこのスニップがジェノタイプですと GA なんですね。でこの遺伝子ってアルコールデハイドロゲナーゼ遺伝子で ALDH2 ですね。要はお酒を飲んだ時にアルコールができてアセトアルデヒドができてこれが体に有害なのでこれを分解しないとこう顔が赤くなったり酔っ払っちゃったり頭が痛くなったりするんですけど欧米人の方ってほとんど GG で、アセトアルデヒドを酢酸に代謝する活性が高いんですね。でもこの人日本人の女性で日本人の5割ぐらいがその GG 高活性で 46% ぐらいが多分私もそこだと思うんですけど GA で活性が高活性の16分の1ぐらいなのでお酒飲むと顔赤くなる人ですね。で 4% ぐらいが AA で活性が全くないので全くお酒が飲めない人になります。でこの日本人のアライメントデータ女性のを見るとここが GA になってるっていうのがクリックするだけで分かるんですね。リファレンスが G でここ色変わってないのが G でここ色変わってるのが A であると。でしかもすごいのはここにスニップの情報を重ね合わせてトラックで出してあげてそこにマウスを持ってくるとこのスニップの関連情報はこちらですよっていうのがポップアップでウィンドウで出てきます。でここにクリンバーの医学的に意味の医学的に重要な変異を集めたデータベースがあって紫色になっているのはいわゆるパソージェニックな変異がここですよっていうのが示していて要はその変異があると
紫だとパソジェニック、病気になる可能性があると。で緑だと微内因で、あんま関係ない、良性っていうのが分かります。でここにこのスニップでクリンバーのデータを見ると、これパソジェニックでいろんな変異の情報が書いてあります。でこれパソジェニックっていうのは多分、むしろ GG の人でお酒に強いとやっぱりお酒をいっぱい飲んでしまうので、まあ、アル中になりやすいとか、まあ、そういうことが書いてあります。あ、これですね、今日本人女性の1000人ゲノムのランデータ、アライメントデータを見てブラウザで見るだけでこの人は GA でここなんだなっていうのが推測できます。で NCBA の素晴らしいのは NCBA ってNIH の傘下にあるのでやっぱり医学的な情報とのインテグレーションが非常に素晴らしいっていうのと、あと、NCBA って逆に言うとこれをやりたいので SRF ファイルフォーマットでアーカイブしてるんですけども、 SRF ファイルフォーマットにいろんな情報を埋め込んでブラウザーで表示することで、塩基配列をこう見ていろんなスニップの情報とかをたどれるようになっています。あとブラストをすることもできて、卵を選んで、これヤクルトの中央研究所からうちに登録された、健康な日本人の人のメタゲノムの、卵データになります。イルミナです。でそういうことはバイオサンプル見れば分かって、でこの卵のところにブラストって書いてあって、ブラストを押すとこの SRA の卵に対して興味のある塩基配列でブラストをかけることができます。でビフィズス菌特異的な塩基配列でこの卵を検索する、ブラストするとバーッとヒットするので、この日本人の腸内メタゲノム卵の中にはビフィズス菌が入ってるんだなっていうのが推測できます。であとこの卵のタキソノミーアナリシスっていうタブがあって、そこで見るとこのリードのいろんなタキソノミーごとに分類した情報がバーッと出て、確かにビフィズス菌属が 4.66% リードのパーセントですね、あるっていうのが分かります。であとうちの紹介なんですけども、一応こういうメタデータの検索サイトがあります。で FTP とアスペラでデータを提供していて、国内であれば要はサイネットにつながっているようなところであれば、欧米よりも当然欧米よりもうちから FTP でデータをダウンロードするのが一番早くなります。まあ、ただ正直言ってやったらメタデータのこの検索の項目とかはやっぱり NCBA とか EBI の方がいいので、おすすめの使い方はてかうちって全然売りがないじゃん、国内にあるっていう意味が売りがないじゃんっていう話になっちゃうんですけど、 EBI とか NCBA でこう検索して興味がある LAN の番号を取って、でうちの FTP から落とすがおすすめです。そうするといいところを組み合わせて使うことができるので、当然アメリカからインターネット回線で落とすよりも遺伝研からインターネットで皆さんのところにダウンロードした方が早いので、その使い方がおすすめです。で今うちもやっぱ検索系強化しないといけないので、そこは DBCLS と共同でいろいろやっています。でまとめます。で EBI はメタデータのいろんな項目で検索ができて表形式で分かりやすいです。ただ反面ですね、 ENA 以外のバイオサンプルとかアレイエクスプレスとかの連携はまだまだ開発途上です。で NCBA は各サービスとのインテグレーションが素晴らしくて、特にクリンバーとかあと DB スニップとかの変異情報、それから医学的な意味とのインテグレーションが非常に素晴らしいです。であとアライメントデータに関しては先ほど見たようなビューアーでもうジェノタイプとかアリルまで分かっちゃいます。ただ SRA ファイルが中心に据えているので、例えばツールにインプットしたいときにファストQしか受け付けてないようなツールであればファストQへ自分でコマンドを打って変換するというのが必要になります。ただ最近GATK とかいくつか のツールは SRA ファイルを直接読み込むようになってきているので、これがもっと普及すればここが改善される可能性はあります。 DTB じゃ国内であれば一番早くデータをダウンロードできるので、力を落としてくださいと。でただインテグレーションとか検索系は正直ここに比べるとまあちょっとあんまり大したことないので、まあ、それはこれからと。
という形になります。でちょっとあと20分ぐらいなので、あとはデータベースを紹介していきたいと思います。で今まで言ってきたのは全部オープンアクセスのデータベースで、人のデータっていうのはほとんどアクセス制限データベースに入っています。でこれも日米欧でやっていて DDBJ だとあの JGA というデータベースをやっています。でこれはあの JST の、 あのこの講習会を企画している NBDC とのコラボレーションで運営しています。で NCBA だと DBGAP、 EBI だと EGA というのがあります。でここはあのデータモデルが似ています。でここはあのサマリーですね、要はどういうデータが入っているかという概要情報を交換しています。でうちもいずれ入るようになる予定です。でそうすると NCBI で日本人とヨーロッパのデータを検索して実際ここにアクセスリクエストするとかそういうことが実現されます。で一番違うのはデータの利用審査体制でして、まず、例えばそのデータセットにインフォームドコンセントでがん研究にしかこのデータ使っちゃダメですよとか制限がかかっていたときにそれを審査する主体ですね、データアクセスコミッティって英語で言ってるんですけども、それのあり方が違っています。でうちは全部あの NBDC さんの人データ共有ガイドラインですね、あの昨日箕輪さんから話があったと思うんですけど、それに従って運営しているので、JG のデータ使いたいよって来たら NBDC が審査して OK が出るとここからデータをダウンロードすることができます。で NCBA も似ていて NIH の各インスティチュートが DAC としてデータアクセスリクエストを審査しています。でここが複数になっているのは、例えば、NIH でいろんながん研究所とかアルツハイマー病研究所とかいういくつかの研究所の集合体なんですけども、がんのデータであればナショナルキャンサーインスティチュートが、アルツハイマー病だったらアルツハイマー病とかそこら辺に専門家がいるのでそういう審査体制になっています。ただ EGA は違っていて、データを登録した組織、例えば東大であれば東大の倫理委員会とか、あるいはあのファンド機関ですね、ウェルカムトラスト財団が研究費を助成していればウェルカムトラスト財団の DAC がデータの利用審査をしています。でこれはあの仕方がなくて、日本とアメリカは一つの国でまとまっているので DAC を集約できるんですけども、例えば EBI って例えばあのイギリスのケンブリッジの南の方にデータベースセンターがあるんですけども、フィンランドとかフランスとかいろんなとこの個人ゲノムデータをアーカイブしてるんですね。でフランスのデータの利用を、イギリスで審査するっていうのはやっぱりちょっと問題があるらしくて、どうしても EU で国がまたがっているので、DAC がディストリビュート分散しています。こっちはあの一つの国なので、NIH うちであれば NBDC に集約されています。で DBGAP は、今ですね全部で970スタディが登録されていて、実に1,637,936人分のデータがアーカイブされています。もうすごい膨大な量です。でさっきもあの塩基数のグラフで見たんですけど、ここの方が SRA 全体よりも多いです、データ量が。で NCBI の DBGAP の特徴は、非常に確か10人ぐらい専門のチームがいて徹底的にデータをキュレーションしてチェックしています。例えばその DBGAP に個人ゲノムデータが登録されていて、メタデータにフィーメールって書いてあるけど、染色体が XY だとこれ間違ってるとか、すごい高度なチェックをしています。で NCBA の他のリソースと、よく連携されています。でやっぱりあの NIH はあのヒューマンヘルスをインプルーブするっていうミッションを追っているので、 DBGAP にはすごい投資をしていて、大量の品質の高いデータがアーカイブされています。で検索系も優れていて、これが DBGAP のページですね。
でここにアドバンストサーチというのがあります。ちょっと落とし穴があるんですけど、ここのアドバンストサーチはあんまり大したことがないです。こっちはすごいです。でいろんな項目で検索ができて、ちょっと読み込みができてないんですが、疾患ですね、例えばがんとか病気の名前、疾患の名前とか、スタディに何人分のデータが含まれているか、例えば1万人以上とか、あとはスタディコンセントですね、ノンプロフィットでも使えるとか、プロフィットはダメとか、あらゆる項目で検索することができます。目的のスタディを見つけると、その概要を見ることができます。でどういう研究かとか、どのようなデータがあるかっていうのが非常によく書かれています。でもしこのデータに興味があれば、このオーソライズドアクセスから NIH にデータ利用申請を出していただくことになります。ただこれは結構大変で、NIH の ERA っていうあのグラント申請用のアカウントを作って、自分の所属組織を登録して、点々というのが続きます。で、NIH での DAC で許可されると、そのアカウントでログインしてダウンロードするという形になります。で一方のもう一個の EGM もいっぱいデータが入ってまして、全部1698スタディで 3.5 ペタバイトのデータが EGA にアーカイブされています。で、NCBA DB ギャップをこう猛追していまして、いろんなツールを開発しています。で EU 各国のバイオバンクのデータの受け皿になっていまして、一番有名なところだと UK バイオバンクっていうの50万人規模のコホート研究があるんですけども、そのデータは全部 EGA から公開されています。で最近ですとフィンランドでまた50万人規模のコホートが立ち上がって、そのデータもここからディストリビュートされると聞いております。で日本の JGA も、今115スタディで20万サンプルぐらいのデータが入っています。この前のバイオバンクジャパンっていう20万人規模の日本人のマイクロアレイのジェノタイピングのデータが登録されまして、非常にサンプル数が増えております。で、JGA の日本人のデータを使いたいときは NBDC に申請していただいて、そこで利用承認されると JGA のデータを使えるという形になります。ただその前に NBDC のポリシーだと、その所属組織の倫理委員会で承認を得ている必要があるので、まずは、浜松医科大学であれば浜松医科大学の倫理審査委員会に JGA のこういうデータを使ってこういう研究したいっていうのを出して、承認されてその書類を NBDC に提出して OK になると、 JGA の例えばこのスタディのデータをダウンロードして解析できるというふうになります。で最後に今後の方向性について簡単に紹介したいと思います。で今ですね、もうデータが非常に多くてですね、これアメリカの TCGA っていろんながんのゲノムエキソームのデータで全部で2ペタバイトあります。でファイルの数だけで言っても31万ファイルあります。でもうどんどん欧米だとクラウドに移行していまして、 Amazon のウェブサービスのクラウドにこのデータがバコッと置いてあって、 Amazon のアカウントでログインして、ただ認証は NIH のアカウントで、そこで認証が出るとその Amazon のクラウド上で TCGA のデータを解析することができるようになっています。でこうすることのメリットは、2ペタバイトをですね自分のところにダウンロードするってまず無理なんですね。でデータを動かさなくていいし、Amazon にそのいろんな解析ツールが整備されているので、すぐに解析を始めることができます。あとセキュリティもAmazon とか非常に優れているので、もうクラウドに移行しています。
で、今NBDC のポリシーだとデータの利用者に責任を負っていただく必要があるので、こちらですと例えば浜松医科大学のサーバーなりパソコンに JGA のデータをダウンロードして解析していただく必要があります。で、今これを、いわゆるクラウド上というか自分の組織以外のスパコンでの解析のができるような環境整備を進めています。で、今 DDP データの NIG スパコンという数ペラバイト数テラバイトのメモリーとノードがいっぱいあるスパコンを研究者に自由に使っていただいています。ただこれはヒトゲノムの解析用に設計されたわけではないので、そこまでセキュリティに配慮しているわけではないんですね。で、今このスパコンを切り出してセキュリティを高めた個人ゲノム解析用のスパコンを準備していて、年度内に提供を開始する予定です。ですので、例えば自分の例えば浜松医科病院の患者さんのゲノムデータがあって解析したいんだけど、自分のところだとちょっとあんまりパソコンがいいのがないとなると、うちのスパコンに利用申請していただいて承認されると、DDBJ のスパコンにデータをアップロードして解析するということができるようになります。それからもう一つは JGA のデータの利用先として、NIG スパコンがその個人ゲノム解析用のうちのスパコンがトラスティッドサーバーとして認められる予定なので、 JGA のデータの利用承認を NBDC に受けて自分のところにダウンロードするんじゃなくて、そのまますぐ JGA のサーバーの隣にあるスパコンにファイルをコピーしてそこで解析ができるようになります。まあ、少しずつですけど、その Amazon みたいなクラウドはまだちょっとダメなんですけど、自分の組織以外のこうスパコンセンターのスパコンで個人ゲノムデータが解析できるような整備を進めています。はい、ちょっと私の発表は以上になります。何か質問があればお願いします。あ、さっきの欄が開けたのでちょっとやってみますね。これがですね、日本人の女性のゲノムデータで、この欄をビューワーで開く。来ました。で、今12番染色体があって座標が書いてあります。で、ここに遺伝子の情報があります。で、この下に今労働中ですけど、この欄のアライメントの情報が表示されます。で、やっぱり時間かかりますね。で、今その、アセトアルデヒド脱水素酵素のジェノタイプを見たいので、それの座標はこれになります。12番染色体のこれ。2で GoTo というのがあって、ここに座標を入れるとそこにズームインします。ちょっと時間かかりそうですね。はい、そうすると先ほどのスニップの情報とかが見れるようになります。で、あとこの URL を取ったり、PDF としてファイルを保存してそのまま論文に使ったりとか、そういうことができます。